2021年横浜市長選挙は日本の地方自治体である横浜市の執行機関である横浜市長を選出するために2021年8月8日に告示され8月22日に投開票が行われた選挙である現職の林文子の3期目の人気満了に伴い行われた立候補者は 計8名で横浜市長選としては1982年及び1996年の6名を上回り過去最多となった。また年内には衆院選が控えており、菅義偉首相の地盤でもある横浜市での市長選挙の結果は今後の政権運営にも影響を与えるとして注目を集めた。選挙戦では林市政が推進するカジノを含む 統合型リゾート施設誘致の是非が選挙戦での最大の争点となった。IR 誘致をめぐっては市民団体カジノの是非を決める横浜市民の会が IR 誘致の是非を問う住民投票の実施を求めて署名活動を行い19万筆を超える署名を集めた。同団体を母体とした IR 反対の市民団体は立憲民主党が推薦する 山中武春を支持し、日本共産党と社会民主党も山中の支援を決めた。現職の林文子は IR 推進の立場で立候補したが、他選などを理由に自由民主党は支持をせず IR 誘致に賛成する地元経済界や自民党主義の一部から支援を受ける形になった。一方で自民党県連会長で現職閣僚であった小此木八郎が、 横浜への IR 誘致を取りやめると掲げて立候補を表明。党内で IR 誘致をめぐり意見が割れたため自民党は自主投票にすることとなったが菅首相や自民地元議員らが応援をし事実上の保守分裂選挙となった。選挙啓発の横断幕横浜市選挙管理委員会は啓発キャラクターにお笑いコンビ、本邪魔家の石塚秀彦と 元 AKB48 の倉持明日香を起用し、投票日が8月22日であることを強調した PR 動画を YouTube で公開した。キャッチフレーズは、選ぼう。2017年に実施された前回市長選挙で、林市長は IR 誘致について白紙を掲げ参戦を果たしたが、2019年8月には、それまでの姿勢から一転して IR 誘致の表明をしている。 こうしたことを受けある誘致に反対する市民団体カジノの是非を決める横浜市民の会は誘致是非を問う住民投票条例制定を市長に直接請求するための署名集めを行い2020年12月には請求に必要な法定数の3倍を超える約19万府での署名を提出した住民投票の実施には市議会で 住民投票条例案が可決されることが必要だが、自民党と公明党が反対したことで、条例案は否決され住民投票は実施されないこととなった。横浜市長選挙の結果について会見する内閣、総理大臣、菅義偉横浜市長選挙直後の総合防災訓練にて、オンライン上で対面した内閣総理大臣、菅義偉と横浜市長。 山中竹春各候補の得票率、山中竹春おこの八郎林文子田中、安尾松沢成分福多峰の大玉佐隆坪倉、吉和会票の結果、山中がおこのや現職の林ら七候補を破り初当選を果たした。おこのは鶴見区以外のすべての区で山中にリードを許したほか、現職の林はすべての区で山中、 おこのぎにリードを許した上に一部の区では田中、松沢にまで後陣を廃す大敗となった。全室3人のほか田中、松沢の5人が協託金返還となる得票率10%を超えている。山中は支援を受けた立憲民主党、日本共産党、社会民主党支持層の7割近くを固め、無党派層からも最多となる約四割の支持を得た。また、 自由民主党、公明党の支持層も約1割が山中を支持した。市議団が、おこのぎ支持と、林支持で割れた自民党の支持層では、4割弱が、おこのぎ、2割が林を支持した。おこのぎは、実質的に支援を受けた、公明党支持層の7割弱も固めたが、無党派層からは1割程度と伸び悩んだ。 無党派層の投票先では、田中や夫が2割弱と3中に次いで多く、林と松沢は1割前後だった。争点の一つとなった IR 誘致は、有権者の2割が賛成し、6割から7割が反対した。山中は、反対した層の5割近くから支持を受けた一方、賛成した層は林に4割、おこのぎに2割投票し、林は、 IR 賛成票をまとめきれなかった形となった。また、最も重視する政策課題として、新型コロナ対策を挙げた層は5割が三中に投票し、読売新聞は菅政権のコロナ対策への不満が現れたと分析した。案が21.22日に行った世論調査では、菅内閣の支持率が25.8%となり、 政権発足以来最低を記録する結果が出た。その後、菅首相が9月3日に同月中に予定されている自民党総裁選への立候補を断念することを表明し、事実上首相を退任することが決まったが、一部メディアでは横浜市長選の大敗が引き金になったのは間違いないと指摘するものもある。当日有権者数310万3678人。 最終投票率49.05%ありがとうございます。